アリスプロジェクトは東京都港区に本社を置く株式会社クリーブラッツが運営する日本の芸能事務所。ウェブサイト制作や楽曲制作、イベントや店舗等のプロデュース等の業務内容で運営していた株式会社クリーブラッツが2010年5月に芸能事業部として立ち上げたのがアリスプロジェクトである。もともと楽曲制作、イベントプロデュースを行っていた経験を活かし、 アイドルユニットの育成に力を入れている。所属するタレントの多くはアイドル志望で、その他モデル志望や女優志望のタレントも抱えている。面接、登録料、レッスン料、料費等すべての費用を無料にてプロデュースすることを全面に出している芸能事務所である。東京、秋葉原に専用常設劇場仮面女子カフェ、PARMS を持つ。PARMS の 各文字はパッセラアリスプロジェクトリアルミュージックステージの頭文字である。2011年3月27日に閉店した旧石丸ソフト本店後に2012年12月22日に開店したパセラリゾーツ秋葉マルチエンターテイメントの7階を使用して2012年12月23日にプレオープン2012年12月31日に本オープンした。 この場所は、石丸電気時代から、多くのアイドルがイベントを行ってきた。2013年1月4日からは毎日公演を行い、アリス10番をはじめとした所属ユニットが出演している。観客収容人数は、アイドルの常設劇場としては、国内最大クラスとなる約400人。2013年3月に累計入場者数が2万人を突破。 2013年10月には累計入場者数10万人を突破した。郵便番号101-0021東京都、千代田区外神田1丁目1の10パセラリゾーツ、秋葉マルチエンターテイメント7階、JR 秋葉原駅、TX 秋葉原駅、東京メトロ、日比谷線秋葉原駅より徒歩約3分、アリスプロジェクトウエストの拠点として、大阪、 南に専用常設劇場仮面女子シアターを新たにオープン。第4の仮面女子、イースターガールズをはじめ、仮面女子候補生ウエストや仮面女子研究生にあたるスライムガールズウエストらが毎日公演を行っている。また、東京所属のアリスタレントが大阪、南の仮面女子シアターでの公演に参加することや、大阪所属のアリスタレントが東京、 秋葉原の仮面女子カフェ PARMS での公演に参加することもある。郵便番号542-0082大阪府、大阪市中央区島のうちに張目6から34、大阪市営地下鉄長堀橋駅、松山地駅より徒歩約6分、日本橋駅より徒歩約11分仮面女子オフィシャルブログパワードバイ、アメーバダイブするヘドバンアイドルアリス10番のすべて、 パワードバイアメーバスチームガールズ仮面女子ツイッタースチームガールズオフィシャルブログパワードバイアメーバアーマーガールズオフィシャルブログパワードバイアメーバイースターガールズのブログ仮面女子候補生ウエストオフィシャルブログパワードバイアメーバッ z オフィシャルブログザワンダフルアリスオブ OZ パワードバイアメーバパーケンオフィシャルブログパワードバイアメーバスライムガールズオフィシャルブログパワードバイアメーバ スライムガールズウエストオフィシャルブログパワードバイアメーバポイサン委員会オフィシャルブログポイサン委員会のブログパワードバイアメーバアイドル妖怪川わゆしツイッターアイドル妖怪川わゆしオフィシャルブログアイドル目視録パワードバイアメーバトッピングガールズアードック公式からツイッターをつけ面白イメージガールトッピングガールズのアイドル下克上日記キン東京浜松町イベント会場 グルメイベント最大級。パワードバイアメーバスープガールズ。ツイッタースープガールズオフィシャルブログパワードバイ。アメーバ肉汁ガールズオフィシャルブログパワードバイアメーバ。アレアガールズオフィシャルブログパワードバイ。アメーバ街角ケーキジャパンツイッター街角ケーキ。仮面女子。オフィシャルブログパワードバイアメーバ街角ケーキジャパン。ゲームガールズ。仮面女子。ツイッターゲームガールズオフィシャルブログパワードバイアメーバ。 秋は仮面オフィシャルブログ、選挙行こうぜ。パワードバイアメーバーアリスプロジェクトオーディションページ、http www.sanspo.com、<スロ>ーの、ニュース、2016万1201、井戸16兆1201億501万 1N、1、html アリス10番だがところ属する、アリスプロジェクトの常設劇場が秋葉原22、 31オープン、トレンドバックス2012年10月29日、アリスプロジェクト常設劇場の入場者2万人突破、東京スポーツ2013年3月18日、閲覧、祝、PARMS 来場者数10万人、突破記念プロジェクト、ありがとうございます。